ミコ。ミコ。あなたはミコに選ばれた。我が名は白龍。綺麗。これは夢？ミコ、夢じゃない。ミコって私のこと？そう。あなたは白龍のミコ。白龍のミコ？私の力を使うことのできるもの。ミコ、みんなの力がミコを強くさせる。八葉と共に。ミコ、どういうこと？白龍のミコ、八葉？全然わからないよ。ミコならできる。みんなを救うこと、未来をつかみ取ること。未来をつかみ取る？私が？何これ、信じらんない。本当にこれ夢じゃないの？ミコ、あなたの力を信じて。私の力？自分も八葉を信じて。私の力、みんなの力。のぞみ、隙を見せるなとあれほど言っただろ。え、民を傷つける怨霊全て切り捨てる。我は源氏の大将、源九郎義経。源九郎義経？僕は武蔵坊弁慶。戦のない世に導くために源氏に勝利を。行くぞ。待った。大丈夫、俺も姫君にいいとこ見せなきゃね。熊野水軍統領藤原の鍛造、日の絵って呼んでくれていいよ。梶原景と喜三郎。うわ、ずいぶん大勢でお出ましだね。さてと、さっさと片付けちゃうか。何なの、何なのこれ。先輩、ゆずるくん無事ですね。有川ゆずる。先輩を傷つける者を俺は許さない。怨霊、悲しみの存在、私は平の敦盛。全ての怨霊、悲しみが世界から消えるために、巫女、あなたの力が。怨霊、悲しみ。立ち止まっている時間はない。前へ進むのだ、巫女。あなたは？リツバーン。お前はいずれ皆を救うため戦いの中へ時を進める。時を？白龍の巫女、八葉、源氏と平家。戦を終わらせ大切な人を救えるのは白龍の巫女、あなただけ。私が救う大切な人は？巫女よ、遥かなる時を超え八葉と。宴が始まる。我が名は平の友盛。さあ遊ぶぞ。命を懸けて勝つのは我らが平家か、我らが源氏か。世界の命運を懸けて、いざ尋常に勝負。
今こそ力を。何言ってんだお前。いや、まさみくん、私、あれ、ずいぶん気持ちよさそうな顔で寝てたな。そっか、夢か。いい夢見てたのか。いい夢っていうか不思議な夢。不思議な夢ってカバがバレエするとかそういうやつか。何それ、そんなんじゃないよ。武器になるなって。なんか私、白竜の巫女って言われてて、八葉って人たちと一緒に戦うの。八葉？あ、でもあの人たち八葉って言ってたけど7人だった気が。どういうこと、一人足りなくない？変な夢だな。ま、夢は夢だ。そうだね。そういえばこの前のテストどうだった？ん？ああ、まあまあかな。ずるい、マサミ君、そこそこ頭いいからな。そこそこってなんだよ。まあ、こないだのは山勘が当たっただけだしな。私なんて勘違いしちゃってて。ん？何点？教えない。んだよ、つまんねえな。ああ、もう一回やり直せたらな。時間を巻き戻せればいいのにさ。時間を？うん、そうすればうまくいかなかったこと、後悔してることやり直せる。バーカ、そんなんできるわけないだろう。でも時間を巻き戻せればいいのに。何言ってるんですか先輩。ゆずるくん、どうした？兄さんのクラスにプリントを届けるようにって先生に頼まれたんだ。お、サンキュー。ねえ、そういえばさっきの夢にゆずるくん出てきたよ。先輩の夢に俺がですか？うん、なんか白竜の巫女がなんとかって、ゆずるくんも八葉って言われてて一緒に戦ったの。テレビゲームのやりすぎなんじゃないですか。でもすっごいリアリティあったんだって。ああ、もっと詳しく覚えてたらな。ミコ、ミコ、あなたは？ミコ、どうした？白竜？え？ミコ、何これ？のぞみ！汚れに満ちた世界を救えるのはあなただけ。あなたの力でこの世界を救って、遥かな時を越え、この世界にどうか光を。あなたは私が選んだ巫女、八葉と共にこの世界を救う力を持つ者。あなたの意志が汚れを払い、清い未来を引き寄せる。どうか、どうか、あなたの力で、巫女。しっかりしてください。誰か。誰か助けてくれ。下がっていてください。あなたは黒竜の巫女様。お怪我はないですか？ありがとうございます。なんとお礼を申したらよいのか。ご無事であれば何よりです。さあ早くここから離れて。この辺りは怨霊があふれています。巫女様、私たちはどうしたらいいでしょうか？今日の街にも怨霊が出てきて、私らはもう安心して外を歩くことができません。子供らも怖い怖いと震えております。どうか希望を捨てないで。怨霊たちは必ず沈めます。さあ。ありがとうございます。ありがとうございます。こ
こんなに怨霊があふれるなんて。民を苦しみから救ってあげなければならないのに、私一人では。白竜の巫女がいてくれたら。ここは何この服。先輩、ゆずるくん大丈夫ですか。うん、平気だけど。ここはどこ。さっきまで教室にいたはずですが。マサミ君は。そういえば姿が見えませんね。なんなのこれ、夢なら早く覚めてよ。あれは夢の中で見た音量。音量、助けなきゃ。いや先輩、危ないわ。音量には普通の人間の力では立ち向かえない。じゃああなただって。ここは私が。逃げて、早く。そんなことできない。あなた置いて逃げられないよ。その光、あなたを。ミコ、あなたの力を。白竜、みんなの未来を切り開いて。迷ってる時間は何回だね。強き良い力、あなた。そう、白竜のミコ。よくわかんないけど、やるしかない。先輩、後ろ。クロード下がっていろ。あなたは源氏の将、源の九郎義経だ。お前たちに今日を奪わせはしない。源の九郎義経、どういうことだ。じゃあもしかしてここは。下がってろって言われても。あとは僕たちに任せてください。あの時も。巫女、封じて、あなたの力で。え、封じましょう。あなたが白竜の巫女なら封印の力があれば。私もあなたを助ける。怨霊の力を鎮めるから。分かった。でもどうやって。巫女、願って、封印の力を。巡れ天の声。巡れ天の声、響け地の声。かの者を封じよ。消えた。これは怨霊を封印するとは。君が白竜の巫女。お前が白竜の巫女。いった。先輩、来い。佐久殿、手当てをしてやれ。はい。これって一体どういうこと。今は行くしかないようですね。思ったよりも早く平家が進軍しているようだな。源氏につくか、平家につくか、どちらが俺たち熊野にとって。別当殿、ご報告が。戦況に何か変化でもあったか。それが今日の町に白竜の巫女が現れたって噂が。白竜の巫女。 あくまで噂なんですが。それって伝説か何かみたいなものだったんじゃないのか。それが怨霊を封じたのを見たって者がいるそうで。へえ、面白いな。今の戦局、俺は十中八九平家の有利に進むと思っていた。平家が操る怨霊に源氏は相当手こずってますから。それを封印する力を持つ者が現れたならば。まあ実際に見てみないと本当かどうか信じられないな。ミコ、白竜。ミコ、やっと会えたね。近い。先輩、大丈夫ですか。うん。ねえ、ミコって何のこと。さっきからみんな私のこと。あなたは
白龍の巫女よ。じっとしてて、今手当てをするから。白龍の巫女。怨霊を封印することができるのは白龍に守られた白龍の巫女だけ。龍神の巫女は龍神と心を交わし、その力を使うことができる唯一の存在。私はあなたの対、黒龍の巫女。怨霊の声を聞くことはできても封じることはできなくて。私はあなたに会うことをずっと待っていた。ずっと？私もあなたに会えて嬉しい。え？私は梶原朔。朔と呼んでね。春日のぞみ。のぞみでいいよ。こっちはゆずるくん、幼なじみなの。よろしく。わからないことがあったら何でも言ってね。わからないこと、とりあえずわからないことしかないんだよね。さっきの人、源九郎義経と名乗っていました。源九郎義経？何、人の名前を大声で言ってる。あ、いいじゃないですか九郎。僕は武蔵坊弁慶、よろしくお願いします。義経に弁慶？なんだ妙な顔して。義経に弁慶も揃っちゃったの？ということは今は源平合戦の真っ只中。なんていう混乱の時代に俺たちは。ああ、もう日本史もっと勉強しとけばよかった。日本史？なんだそれは。いや、説明してもきっと分かんないと思うんですけど。お前俺をバカにしているのか。いやいや、そういうわけじゃ。あ、でも有名人に会えてラッキーなのかな。ラッキー？どういう意味だ。ラッキーはラッキーで。お前本当に白龍の巫女か。まあまあ落ち着きましょう。ここの付近では見ない服装、言葉、やはりのぞみさんとゆずるくんは違う世界から来たようですね。信じられないことですが、そうとしか思えません。のぞみは白龍の巫女で間違いないと思います。なるほど、白龍の巫女ですか、君が。あ、いや、私。巫女、大丈夫だ。巫女には八王がついている。八王？汚れに弱い白龍の巫女を守る者のことです。僕と九郎も。この光、ゆずるくんも？俺も先輩を守る八王なんですか。でも我々が力を合わせれば戦のない世が訪れるという言い伝えです。でも巫女、私たち元の世界に戻らないと。ああ、ごめんなさい、勝手に連れてきてしまって。ねえ白龍、どうやったら元の世界に戻れるの？私の喉の激鱗があれば元の世界に戻れるよ。激鱗ってその？うん、確かに私は巫女の意思を聞いていなかった。私の力の全てを使えば。力の全て？白龍、ちょっと待って。それは龍の力の源でしょ。失ったらあなたまで消滅してしまう。でも。ちょっと待って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 。この境にもさっきの怨霊が現れてるんでしょ。ここで白龍が力を使い果たしたらみんな困るよ。巫女、今日の民たちを心配するのか。先ほど現れたお前が。そりゃそうでしょ。どんな時代の人だって困ってる人を見るのは嫌。ねえ白龍、他に戻る方法ないのかな。龍神の力が高まれば帰れるかもしれません。本当？龍神には時を超える力があります。白龍の力が高まれば元の世界に戻ることも可能でしょう。そのためにはどうすれば。怨霊を封印することです。怨霊が発する気は汚れ、汚れを払いこの地に留まっていた力を解放すれば龍神の力は高まります。さっきみたいな怨霊と戦わなければいけないってことですか。君たちには辛いかもしれませんが、そうなります。そんなの危険すぎます。ねえ、さっきの怨霊ってやつ何なんですか。平家が生み出した忌まわしき者どもだ。平家、やっぱり源氏と平家が争っているんですね。しかし平家が怨霊なんてものを操るなんて信じられません。帰りナイフという将軍が怨霊を生み出し戦で操っているんだ。帰りナイフって？平家の将の名です。小松ナイフ重盛殿、清盛殿の息子ですよ。平の重盛ですか。ゆずるくん、平の重盛ってもうとっくに亡くなってるはずでは。ええ、とっくに重盛殿は亡くなられています。どういうこと。帰りナイフは重盛殿が黄泉から帰った姿と言われています。生き返ったってこと？とにかくその帰りナイフって人が悪い人なんですよね。そうです。しかし怨霊を封印するのは白龍の巫女にしかできぬこと。朔殿一人では
私やってみます。先輩何言ってんですか。だってみんな困ってるんだよ。このまま音量を放っておくわけにいかないもんね。のぞみ、それにどちらにしろ音量を倒さないと元の世界に戻れないの。そうなります。いやですけど、私やってみます。ありがとうございます。ちょっと待て、巫女だかなんだか知らないが、弱い女がいても足手まといになる。なんでそんな言い方するの。私今精一杯頑張りたいと思って。クロ、身動きが取れるか。戦はこんなものではない。敵は平家、お前が戦うのはこのようなものならぬ怨霊だぞ。この程度のことで動きが取れないようならば、あっという間に命が散るぞ。命、お前にその覚悟はあるのか。厳重にお前は必要ない。どこか安全なところに隠れておけ。大丈夫ですか。うん、すみません、九郎の言葉はきつくて。いいえ、九郎さんの言葉確かに正しいですから。戦う覚悟か。大丈夫ですよ。のぞみさんたちが元の世界に戻るには友人の力が必要ですよね。はい、僕から九郎を説得しておきます。ありがとうございます。いえ、大変な思いをさせてしまい本当に申し訳ありません。弁慶さん。けれどのぞみさん、君ならできる気がするんです。本当に元の世界に戻れるんでしょうか。うん、でも私たちだけじゃ戻れない。マサオミ君探さなきゃ。あ、そうですね。あ、けど兄さんならきっと大丈夫な気がします。なんでかわからないけど、きっと無事でいる、そんな予感がするんです。ゆずる君の勘はいつも当たるし、それにマサオミ君はちょっとよそっとのことじゃめげないもんね。マサオミ君、その人はのぞみの大切な人なのね。うん、小さい時から一緒にいたから。行こう。影時、鎌倉から戻っていたのか。うん、なんとかね。あ、策は無事かい。ええ、立派に巫女としての務めを果たしてくれています。よかった、心配だったんだ。怪我とかしてたらどうしようって。大丈夫ですよ、白龍の巫女も現れましたし。え、白龍の巫女。源氏に力を貸してくれるそうです。俺はまだ納得していない。え、いいように利用するなど俺はすか。元の世界に戻るためなどと言って。ああ。嘘は言っていません。それに白龍の巫女の加入、これは僕たちにとってもいい話ですよ。それは分かっている。だがそういうことではないだろう。力の弱い女を利用するなど武士として恥ずべきことだ。九郎はそう言うと思ってましたよ。え、うん、九郎はそういうところがいいんだよ。は、九郎も見たでしょ、のぞみさんが怨霊を封じる力を。しかし九郎、怨霊を封じることのできる巫女は源氏にとって必要不可欠な存在です。このままではいずれこの京の都にも怨霊がはびこるようになるでしょう。みんなが傷つくことになる。情だけでは解決できない。僕たちの理も考えなくては。優しいふりをしてずるいやつだな。褒め言葉と受け取っておきます。情を捨て修羅となる、この戦の中では仕方のないことか。戦のないよう作る、そのためには。ああ、平家を帰りナイフを俺たちで倒さなきゃいけないだろうね。はい。源氏との宴の日はまだか。生きるか死ぬか、一瞬の出来事で運命は変わる。その刹那の時。
たぎる。カイリナイフ殿、次の戦はまだなのか。トモモリ、そう急ぐな。カイリナイフ殿はいつも余裕のご様子。源氏から和議の提案があった。和議だと？くっ、つまらぬ申し出を。我々平家と源氏、どちらかが消え去るまで血の宴を繰り返す相入れぬ運命だというのに。お前の遊び場はきちんと用意してやるよ。ほう。急に和議を言い出すなんて、絶対に何か理由がある。俺には分かるんだ、未来が。カイリナイフ殿のいつもの金ごとか。まあ何でもいい、戦ができれば俺は満足だ。戦場で命を燃やし死ぬ、この平家に生まれた時からの俺の定めだ。疲れるな。でも今の私が戦場に出ても足手まといになる。戦う覚悟か。元の世界に戻るためでもあるんだもん。クロさんに認めてもらえるように頑張る。綺麗。お前にならできる。地方の光、あなたは一体？ミコ、私の名はリズバーンだ。リズバーン？どうして私がミコって？見ていなさい。花びらを切った？花立ち。ここまでできれば戦場に出ても一人の剣士として戦えるだろう。やってみなさい。花立ち、花びらを立つ。花びらの動きが予測できない。考えるのではない。風を、花を、お前を包みつながる晩鐘を感じるのだ。感じる。よし。悔しいか。また会う時が来る。巫女、お前は必ず強くなる。強く。己の心、信じろ。強くなれるのかな。うん、絶対になる。ずいぶんと威勢がいいんだね。誰？ここだよ、ここ。へえ、噂には聞いてたけど。何なんですか？本当に可愛いな。え？姫君、俺お前のこと気に入っちゃったかも。何言ってるんですか、姫君？ダメ、今日だけ俺のものになってみない？困ります。誰ですか、あなた？俺の名前は日の絵。一生忘れられない名前になるぜ。え？のぞみ、何をしている？クロウさん、今木の上から人が。おや、こんなところでお会いできるとはね。貴様、何者だ？ずいぶんと高圧的な態度を取るんだね。クロウさんか。もしかして彼女はもうすでにあんたの恋人だったりして？何を言う。俺は
こいつのことなど知らん。いや知ってるでしょ。油を手に入れまかったら剣を振らないか。クロウさんに認めてもらえるように頑張ってます。やれやれ、チワ喧嘩を見せつけられるのは趣味じゃないんだけどな。誰がチワ喧嘩など。そんなんじゃないよ。本領がまた現れたか。安心しなよ姫君、お前は俺が守る。二人は下がって。何を言っている。音量を封印できるのはミコだけなんでしょ。へえ、足を引っ張るなよ。はい。やるもんだね。どけ。九郎殿は厳しいね。可憐な花には優しくしなきゃダメだよ。やんちゃな姫君だ。足手まといになるだけだ。しかしなかなか手強い音量だね。ああ、カゲロウのように揺れ姿を捉えることができない。姿を捉えることができない。考えるのではない。考えるのではない。風よ、花をお前を包みつながる万象を感じるのだ。私を包みつながる万象を感じる。花びらを感じるように。おい、何をしている。クロス危ない。お前、その立ち筋は花立ち。いいね、足手まといなんかじゃない。唯一無二の戦姫だ。全ての音量を封じる。今日の街を守る。めぐれ天の声、響け地の声、かの者を封じよう。これが白龍の巫女のぞみ。すごい力、まがまがしい。これは寒い。何なのこれ。のぞみ、しっかりしろ。はい。巫女が汚れに弱いっていうのは本当だったみたいだね。こいつは大物だね。少し手こずりそうだ。なんというまがまがしさ。悲しい。え、悲しいよ。なんで来るぞ。すごい力だね。三人で倒せるか。封印しなきゃ。無理をするな。この汚れの中では。でも大丈夫ですか。今だ。俺たちだけではあの汚れからお前を守れない。すまなかった。何がですか。お前のことを足手まといと言ったことだ。いえ、本当のことだし。お前は守ってくれとは言わないんだな。え、お前の剣は踏み込みが甘い。はい。まだまだ稽古は足りない。休んでる暇はないぞ。何なの。何なんでしょう。剣の稽古を続けろって言ってくれたってことは、姫君のことを少しは認めてるってことじゃないかな。じゃあ俺はやることがあるから。そうなんだ。そんな寂しい顔をするもんじゃないよ。きっとまた会えるから。え、距離が近い。ほんと、また会えるといいね。じゃあね。じゃあね。源氏の御曹司、源の九郎義経か。武芸の達人があんな優しい顔をするんだな。面白い。棟梁、いかがでした。なかなか面白かったよ。白龍の巫女にも会えたしね。
棟梁？あんな女の子初めて見た。想像以上にやんちゃな姫君だ。悩むな、源氏と平家どちらにかけるか。九郎さんってよくわからない。認めてくれたと思ったら怒ったり。九郎殿は厳しいけれどとても優しい人なのよ。優しいけど九郎さんっていると緊張する。いつもピンと糸が張ってるみたいな。幼い頃よりあの方は心から安らげる環境におられた時はないの。幼い頃は平家に人質として囚われて、今は平家を討つ任を背負っている。それに鎌倉殿、九郎殿の兄上頼朝公はとても厳しい方だから。源の頼朝？知ってる。そっか、九郎さんのお兄さんか。周囲からの重圧、辛い環境でも九郎殿の心が折れないのは、京を守り民が健やかに暮らせるよう作りたいとあの方が強く願っているから。九郎殿と望みはよく似ているわね。え？あなたたちは誰かのためなら強くなれるけれど、無理はしないで。うん、分かった。今何か聞こえなかった？おかしいわね、風もないのに。のぞみ、ダメよ、平家の陛下も。そん時は逃げるから大丈夫。もう兄上たちを呼んでくるわ。大丈夫ですか？なんて綺麗な人。大丈夫、しっかりして。私に触れるな。え？すまない、私に触れると汚れが。汚れ？放っておいてくれ、私に関わると。汚れしてるじゃないですか。ダメだ、あなたにまで汚れが。八王の怒り。私、白龍の巫女なんです。一緒に行きましょう。まずはこの傷の手当てをしないと。あなたが龍神の巫女なのか。怨霊を封じる力を持つ白龍の巫女。何をしている。のぞみ、よかった来てくれて。この人、九郎さん。のぞみから離れろ。え？お久しぶりですね、平の熱森殿。弁慶殿。平のってことはあなた。そうだ、そいつは平家の人間だ。なぜ京にいる、帰りナイフからの命か。違う、私は問答無用。どけ。どきません、この人は八王なんです。だからなんだ、平家だということに変わりはない。九郎さん。下がれ、のぞみ。あなたが総大将の源の九郎義経か。私はあなたたちと共に戦いたい。何？巫女と共に怨霊を封じたいのだ。平家の人間が我ら源氏と。怨霊とは悲しく苦しい存在だ。悲しい。私は平家にいて怨霊が生み出される様を見てきた。もうこれ以上あのような悲しみが、苦しみが生み出される様を見たくない。この戦じゃ平家からもたくさんの犠牲が出ているものね。九郎さん、熱森さんも私たちと同じ気持ちなんです。しかし平家に寝返らないとは言えないだろう。私は全てを捨てて平家から逃げ出した。たとえ同門だっても戦う覚悟はある。この命を懸けて。どうか。大丈夫。苦い傷、矢に刀。心の痛みに比べれば体に負った傷など何でもない。命を懸けてという彼の言葉に偽りはないようですね。血を分けた同じ一族でも
戦うといったその言葉に違いはないな。この世から全ての怨霊をなくすためなら避けられぬことだ。クロウさん、連れて行け。まずは傷の手当てをしないとね。平家について知っていることがあれば全て話してもらいますよ。ああ、ありがとうございます。礼なら弁慶にでも言え。平家の中に怨霊を消し去りたいという者がいるのか。まったく望み、お前が来てから思いもよらぬことばかりだ。綺麗な月だな。月は皆を等しく照らす。源氏も平家も。綺麗な月だ。月は敵も味方も同じように照らす。あれ、私なんで教室に。のぞみ。マサオミ君よ、久しぶりだな。あれ、また夢見てるのかな。何言ってんだお前。ねえ、今どこにいるの。ずっと探してるんだよ、私もゆずる君も。ゆずる、そうか、お前たち今一緒にいるのか。うん、ずっと無事だったか心配してた。おいおい、心配してたのは俺の方だぞ。マサオミ君、たく、お前そそっかしいからな。ま、ゆずるがいるなら大丈夫か。のぞみは今どこで何してるんだ。今ね、クロウさんって人と一緒にいるの。クロウ。うん、大変でよくわからないことだらけだけど、とってもいい人たちと一緒でね、私その人たちを守りたいって思ってる。穏やかで平和で守られてる家とか学校とか、そんな暮らしに戻りたいと思ってた。なのに今はクロウさんや他のみんなと同じ気持ちで戦ってるの。クロウって源のクロウ義経か。え、うん、なんか久しぶりに会ったから話がまとまんない。下鴨神社。下鴨神社、そこで待ってる。綺麗な音。本当はクリスマスで渡そうかと思ってたんだけどな。風が。マサオミ君、マサオミ君、よかった、ミコ、帰ってきたね。え？とても幸せそうだったから。うん、夢の中でね。って白龍、私が寝てるとき部屋に入っちゃダメ。なんで？なんでって恥ずかしいでしょ。恥ずかしい？なぜ？懐中時計？夢？けど
ねえ、白龍、下鴨神社ってどこ？巫女。はあ、稽古かい。頑張ってるね。いえ、そんな。あつ森、怪我の治りが早くてよかったです。ああ、薬がよく効いてる。しかし、九郎さんが平家の人間であるあつ森を受け入れたのは意外でした。言いにくいけどね、人質だから。人質？うん。あつ森殿は五位の大夫、平家の中でも清盛殿のおいで重要な人物だからね、切り札になるんだ。人が切り札。うん。戦の道具として人が使われる。知識としては知っていましたが、いざ目の当たりにすると。まあ、苦労も複雑な心情だろうね。人質の辛さを苦労はよく知ってるから。これが戦乱の世なんですね。本当。しんどいよ。鎌倉の方も騒がしくなってきてるしね。そろそろ大きな戦が起きそうだ。たくさん食べてくださいね。ありがとうございます。私たちのような下船の者にまでお気遣いを。そんな。何を言っているんです、弁慶殿。民なきところに都はならず、皆さんの頑張りによって今の源氏があるのですから。なんとお優しいお言葉。さあ、これをみんなに。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにいたんですか、弁慶殿。君は大切な客人です。ゆるりと過ごしてください。私にそのような気遣いは無用です。かつて平家にもこのような時間がありました。皆が穏やかに笑って。しかしそんな時間はもうはるか遠い夢のようです。源氏とていつまでこの時間が続くか分かりません。白龍の巫女が全てのものに救いをもたらしてくれたなら。ずいぶん彼女に期待しているんですね。怨霊を封じられるという龍神の巫女の存在は私の救いなのです。だから私は。どうしたんですか、傷が痛むんですか。違う違う。あつ森殿。でも全ての怨霊を封じなければ。九郎。先生、息災なようだな。お願いします。良い剣だ。だが九郎、何を迷う。迷ってなど。お前の強さはその覚悟。しかし、一人では背負いきれぬものもある。迷いから目をそらすな。お前は一人ではない。それは分かっています。しかし俺は源氏の大将です。守らねばならぬのです。今日の町を、源氏の誇りを。
ありがとうございました。やっぱりいない。夢は夢？けど。何してるんだ、お前。マサオミ君。マサオミ君、よくわかったな。こんなことするのマサオミ君しかいないよ。そうか、会えた。本当に会えた。そりゃ会えるだろう、約束したんだから。でも夢だったし。夢だから会えたんだ。今は夢じゃないよね。いった譲るわ。元気か。うん、影時さんって人がいて、その人と少し仲良くなったみたいで。影時、梶原影時か。そう、有名なんだね、影時さんって。あ、正臣君、日本史の成績良かったもんね。お前と譲はずっと京にいるのか。そうだよ、影時さんのお家にお世話になってるの。ねえ、正臣君も一緒に行こうよ。正臣君。俺は行けない。え、のぞみ、ゆずるを連れて京を離れろ。なんで？そこにいれば、俺たちはいつか。のぞみ、俺はもう行かなきゃならない。え、会ったばっかりだよ。のぞみ、とにかく俺の言うことを聞いてくれ。ゆずるを連れて今日は離れろ。うん、いいな。行っちゃった。姫君、日野江君、また会えるって言っただろ。さっきの人知り合い？ずいぶん仲が良さそうに見えたけど。うん、幼馴染なの。そうか。姫君、一つ質問してもいいかな。うん。もしあいつが刀を向けてきたらどうする？え？答えて。そんなこと考えらんない。ありえないもん。そうか。やだな、もう変な質問。ごめんごめん。お前は本当にいい子だね。え？だってそんなの、今日は離れろ。すみません、影時、もう一度いいですか。鎌倉は平家とは和議は結ばないと言って。それは頼朝公、鎌倉殿のご意向でしょうか。雅子様はそうだと。ごめん、でもきっとこの流れは変えられない。和議はもう無理だ。影時が謝ることじゃない。兄上。先輩、どうしたんですか。え、何か悩んでるみたいですか。うん、それでこの後源氏はどう動くと
平家との和議を結ばぬということは戦を起こすのか。戦？弁慶さんに九郎さん、軍議でしょうか。雅子様は九郎に総大将として福原を攻めろと。福原？福原は平家の本陣ですよ。そう簡単に落ちるとは思いませんが。平家には和議を結ばぬ旨は伝えないそうだ。どういうことだ。和議の申し出に平家が油断しているところに俺たちが攻め入る。それは俺たちに奇襲をかけるということか。ああ、そのようなこと。そんなの卑怯じゃないですか。のぞみ、のぞみさんの気持ちはわかります。ですがこれが源氏の意向なのです。でも和議が行われれば戦をせずに平和が訪れるかもしれないんですよね。のぞみさん、のぞみの言うことももっともだ。九郎、俺もこの案には納得できん。奇襲など武士のすることではないと兄上を説得する。鎌倉に向かうぞ。ダメだよ、それはもう遅いんだ。すでにいくつかの隊が福原に出向いている。平家の本陣に。さすがは鎌倉殿、九郎の人となりはお見通しですね。これでは行かないわけにはいかない。九郎、時間がないんだ。総大将である君の決断をみんなが待ってる。九郎、俺たちが行かなければ彼らは犬死にだ。今すぐ兵の準備をしろ。九郎さん、奇襲をかけるぞ。福原にて帰れない平家の総大将平の重盛を討ち取る。福原を落とすなると水軍の力が必要でしょうね。熊野しかないかな。熊野水軍か。すぐに使いよう、文を書きます。分かったわ。熊野水軍の出撃、本当に大きな戦になるんですね。俺は宝珠寺殿に行く。出立の前後白河院に話しておいた方がいいだろう。はい。のぞみさん、クロも辛い決断をしているんです。分かってます。でもあんなひどい命令。それでもクロは鎌倉殿を心から慕っております。でもその慕う兄に九郎さん。え？ああ、いえ、何でもありません。あくまでも俺たちの世界の歴史の話ですから。福原を攻めるには大きな戦になるんでしょう。私も戦います。何を言っている。お前は京に残れ。いえ、一緒に行く。平家との戦となれば怨霊と戦うことになる。怨霊を封印する私が行かないなんてできません。お前は変な女だ。はっ、九郎さんのせいですよ。は、私ずっと考えてたんです、九郎さんの言葉。俺の言葉？私に戦う覚悟あるのかって。覚悟？最初は元の世界に戻りたいだけだったけど、さく、白龍、弁慶さん、影時さん、ゆずるくん、日の江くん、みんなと時を過ごしてるうちに、みんなが安心して暮らせる世の中になってほしいって。大切な人を守るため私は強くなりたい。あっ、クロウさんのことも。
それが今の私の覚悟です。本当に変な女だ。またそれ言います？守ってくれではなく、下がってと自ら剣を取る、そんな女は初めて見た。私もクロウさんみたいな人初めて会いました。年もそんなに変わらないのに、命を懸けて総大将として源氏を率いて、源氏に生まれた者として当たり前のことだ。古の静の玉き繰り返し、昔を今になすよしもがな。若ですか？ああ、今が昔になればいいなという歌らしいな。私もできることならば時が戻ればいいのにと願ってしまうという歌だ。時が戻る。源氏と平家の戦はたくさんの人を犠牲にしてしまった。きっと今回の戦でも。九郎さん、総大将だからといってそんなできた人間ではない。すまない、このような弱気な言葉口に出すべきではなかった。いいんです、九郎さんは私の前では源氏の総大将でなくてもいいんです。だから辛くなった時とか弱音が出そうな時は私に言ってください。血で血を洗う、戦だけが世界の全てではない。はい、いつか平和な世の中を。平和？戦のない民も将も笑顔で安らげる世界。ああ、そんな世が来ればいいな。平和か。のぞみ。はい。平和な世の中を作るため、共に戦ってくれるか。はい。なんだ。九郎。影時。影時さん、どうしたんですか。ひどい怪我。平家が攻めてきたんだ。平家が。完全に裏を抱えた町に怨霊が押し寄せてる。何？ここは俺が抑えるから、九郎、君は早くこちらの会員で元へ。今日の西は落ちたぞ。源氏も福原攻めの戦支度を始めていたようだが、こちらが行って早かった。お前の読みが当たったようだな。ああ、源氏が平家と和議を結ぶなんてありえないからな。あとは後白河院が平家の手に落ちれば。ああ、今日は平家のものとなる。鎌倉が俺を騙したと油断した。こんなチャンスは逃さない。チャンス？ああ、悪い、ついな。さあ、宴の場所を教えてくれ。俺はどこで舞えばいい？源の九郎義経を狙ってくれ。とりあえずは総大将をか。いや、この源平合戦に勝利するために。義経は平家が滅ぶきっかけとなる男だ。俺は知ってるんだ。いつもの金ごとか。まあいい、帰りナイフ殿の御意のままに。歴史は変わる。
平家が世界を治めるために。死んでもらうぞ義経。俺もお前を信じる。作田の白龍と合流するんだ。先輩、クロさん、ゆずる、望みを頼む。京屋敷へ。クロさんは、わかりました。行きましょう先輩。誰か、誰か、この子。望み行け。行きましょう先輩。来い。今日の町を、民を傷つけた者、この源の九郎義経が一人残らず切り捨てる。ニコよ、先生、お前には重ねてきた時がある。たとえ短い時間であろうと、お前が振るった剣の数だけ、お前は強くなっているはずだ。はい。しかしなんて数だ、キリがない。援軍でも来てくれないと。あれは熊の水軍。やあ、やっぱりまた会ったね、白龍の巫女殿。え、日の井君って熊の水軍だったの。よかった、熊の水軍が来てくれたんだったらこれで。あれだ、援軍ではないようだな。え、ごめんね。助けに来てくれたんじゃ。やっぱりお前は本当にいい子だ。いい子すぎるよ。我ら熊の水軍は平家につく。そんな。先輩、行け巫女よ。ここは俺たちが抑えます。先輩は草木と悪霊を集めたところへ。これも定めか。悪いね、俺たちは生き残れる方につく。なんという悲しみ。汚れの木が満ちている。アツモリ、お前こんなところで何をしている。トモモリ殿。皮肉だな、よりによってお前が
怨霊と戦っているとはな。私はこれ以上苦しむ怨霊たちを生み出したくはないのです。そのためには同じ平家一門であっても、意外とやるな。まあそうか、汚れはお前を強くする。なかなか面白い。初森さん、ミコ、そうか、お前が竜神の力を持つというミコか。あなたは平の智盛。せっかくだ、ミコ殿にもお相手願おうか。熱森さん、何したの？何もしていないさ。この汚れの中で熱森は自分が抑えられなくなっているだけだ。陰の木の源、汚れの核が今この境にあるのだからな。そのせいで熱森さんが。ほう、なかなかいい目だ。俺をたぎらせる。だが今はそれを満喫する暇はなさそうなのが残念だ。ミコ、私から離れてくれ。でもダメだ、ダメだ。さあ、本当の姿を見せてみろよ、熱森。平家最初の怨霊よ。やめろ。苦しい。ミコ、私から離れて。解き放て、飢えたお前の本性。するか、それともミコ殿の手でとどめを刺すか。できない。ごめんなさい、熱森さん。私、あなたの苦しみを。幕切れだ。熱森さん、熱森さん。ミコ、お願い、しっかりして。一緒に小屋敷に戻りましょう。そうすればザクが直してくれるから。いいのだ、ミコよ。やはり私はこの世にいてはならぬ存在だったのだ。そんなことない、そんなことない。
ようなら、ミコ。行かなくちゃ。サクター来る。守らなきゃ。ここには源の九郎義経はいない。他は渡れ。見つけ次第討ち取れ。はい。マサオミ君が帰りナイフ。ああ嘘でしょ。じゃあこの京の町を焼いたのも。早く立ち去れのぞみ。俺はお前を。昨夜みんなの命を奪ったのはマサオミ君なの。聞いてくれ。どうして、どうして。行き場のない俺を平家の人たちは受け入れてくれた。その恩がある。だから恩を生み出すの。戦いをなくすにはこうするしかないんだよ。そんな、そんなのって。強いな望み。だが俺の剣の方が重い。3年半だ。俺はそれだけ前にこの時代にたどり着いた。3年半。俺は平家を守りたい。平家と共に俺は戦い、歴史を変える。私も。源氏は甘い。のぞみ、俺の勝ちだ。平家の勝利だ。そうはさせません。はい。帰りナイフを打てばこの戦は源氏が勝つ。のぞみさん、今です。のぞみさん。のぞみ、あれはのぞみ。危ない。クロさん。危ない。弁慶。来い。
緒に平和な世が見たかった。望み、お前だけでも九郎さん、お前のご要望通り九郎義経は撃ったぜ。帰りナイフ殿。ああ望み、九郎さん行こう、逃げよう一緒に。無駄なこと、巫女だろ。そいつはもうとっくに命尽きている。逃げなきゃ、助けなきゃ。みんなだってこんなの、こんなの一度消えた命は戻らない。時が戻らぬのと同じことだ。時がここまでだな、巫女殿。トモリ！ミコ、ハクリュウ生きてたの？ここはどこ？あれ、私また夢見てるのかな？そうだよね、そうじゃなきゃこんなことおかしいよね。日野江君と正臣君が敵だなんて。それにみんな生きてるんだよね。柵に影時さん、ゆずる君、先生に熱森さんも、巫女、九郎さんに弁慶さんも、みんな生きてるんだよね。夢、夢、全部夢。でもこんなに腕が、手が、心が痛い。巫女、すまない。え？私があなたを選んだせいで巫女には辛い思いをさせてしまった。違うよ、悪霊。私に力がなかったから何もできなかった。覚悟なんて言って口ばっかりだった。そんなことは。でも誰も守れなかった。巫女、元の世界に帰るといい。元の世界？私の逆鱗があれば時を超えられる。元の世界に戻れる。でもそんなことしたら悪霊が。巫女、私は巫女に幸せに生きてほしい。あなただけでも生きて。平家もない、戦も剣もない。学校、教室、私の日常、ここにいればもうあんな苦しい思いしなくていいのかもしれない。でも私だけ生きて幸せになんてなれるわけない。時を超えられるならここじゃない。私が行かなきゃいけないのは、戻りたいのは。時を戻して
過去へ帰る。私はあの運命を変える。ミカ、白龍、白龍、ミコ先輩、何してるんですか。ピエゼル君、ねえ、今何月何日何曜日。何ですか急に。ウズキの私戻ってこられた。ダメよ、休んでいないと。サクル、サクル、そっか、私はのぞみ、春日のぞみ。ええ、よろしく、のぞみ。クロさんは、ねえ、クロさんは何、人の名前を大声で言ってる。クロさん、よかった、よかった。先輩、どうしたんですか。何かあったんですか。うん、なんでもない。突然のことで、あなたも戸惑っていると思うけれど、のぞみ、あなたは白龍の巫女、龍神の力によって怨霊を封印することができる唯一の存在。ええ、クロウさんや弁慶さんたち八葉と一緒に怨霊を生み出している平家の将、帰りナイフを撃たなきゃいけないんです。お前なぜそのことを。僕の名を。先輩、いきなりどうしたんですか。八葉って。ゆずる君、あなたも私と一緒に怨霊と戦う力を持つ八葉なの。え、俺も八葉。源氏と一緒に戦わせてください。私はみんなを守りたいんです。クロ、どうしますか。何をふざけたことを言っている。力の弱い女がいても足手まといになる。クロさん、今私の腕を掴もうと思いましたよね。私の腕を掴んで戦に出る覚悟はあるのかと聞くつもりだったんでしょう。覚悟ならできてます。先を見通す、これが巫女の力ということですか。信じてもらえました。まさか、適当なことを言っただけだろ。そういう意地っ張りなところ、クロウさんらしい。は？クロウ、怨霊を封印できる巫女は源氏にとって貴重な戦力となります。共に戦うと言ってくれているのだから。戦は命のやり取りをする場所だ。こいつが命を落とすだけだ。先生、来たな、ミコ。はい。お前、先生と知り合いなのか。クロ、ミコの言葉が信じられぬか。言葉では示せぬものがある、ミコ。はい。何をする気だ。花立ちを。足手まといになりません。お願いです、一緒に戦わせてください。なぜそこまで。もう二度とあんな思いはしたくないから。何かあったんですか。大切な人たちを失ってしまったんです。あの一瞬で私の運命は変わってしまった。ミコ、どこに行くんですか。やらなくてはいけないことがあるの、クロウさん。たとえあなたに認められなくても、私は平家と戦います。ミカ、あなた、時を。先輩。なんだあの女は。まるでこの先に起こること全てを知っているような。あれが龍神のミコの力なのでしょうか。それだけではない。
強い瞳だった。あんな女には初めて出会った。先輩、先輩、ちょっと待ってくださいよ。先輩、先輩、一体どうしたって言うんですか。さっきから本当に人が変わったみたいですよ。そうかもしれない。でも今までと同じ私はいられないから。そんなに兄さんのことが心配ですか。違うよ。あのね、マスオミ君は。何ですか。ごめん、行くね。俺も行きます。一人で行く。俺はそんなに頼りなく見えますか。そうじゃない。私は誰かに守られたいんじゃない、みんなを守りたいの。先輩。はあ、すごいな。守られるより守りたいか。あれが噂の白龍の巫女なんだね。あなたは。ごめんごめん、俺はね、梶原景時で、こいつは式神の王三将吾くん。式神？うん、式神。式神ってこんな感じだったんですね。こんな感じだよ。あ、そうなんですね、うん、ところで式神っていうのは、うん、どういうことができるものなんですか。結構何でもできるよ。何でも、何でも。あ、じゃあ喋ったりとか。あ、どうぞどうぞ。おーおー、ちょっとな、今日な、今日な。かわいいですね、近くで見てもかわいい。気をつけて、気をつけて。喋ってもきっとかわいいんだろうな。気をつけて、気をつけて。じゃあ行くよ。こんにちは。誰に口切るんじゃボケ。あ、ごめん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 。口悪い。おい、貴様、てめえ、人に話しかけるときは自分の名前言いやがれ。貴様誰やボケ。ダメだよ、なんでこんなに変な人生なんですか。はい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 、はい、貴様名前なんじゃボケ。ゆずるです。ゆずるなんや、面白そうな名前じゃないな、俺。なんなんですか。ごめんごめん、ごめんごめん、なんか面白いことやってみー、ボヤ。面白いこと。ダメだって、無茶ぶり。お前は黙ってけ。はいはい、面白いこと、面白いこと。ダメだよ。王さん称号、王さん。なんやそれ。できないですよ。俺そういうことできないですよ。だから、だから白龍の巫女にああいう風にされるんじゃ。何てことです。ちょっと待ってくださいね、影時さん。影時さん、影時さん。あの、式神って言いましたよね。うん。ってことは、もしかして影時さんって陰陽師なんですか。よくわかったね、陰陽師。式神と陰陽師、よくつなげたね。本で読んだことがありまして。本で読んだことが。貴様なんじゃ俺。やめやめやめ。怖いですよ。口悪いよ、口悪い。新千円先生に会えた。次は日の井くん、そこにいるんでしょ。お見通しとは恐れ入ったよ。どうして俺の名前を。忘れられないようにするって言ってたじゃない。妙だな。他の男と勘違いされてるとは思いたくないけど、こんな可愛い女の子、一度会ったら忘れないと思うんだけどな。思い違いじゃない。ここが日野井君と初めて会った場所だから。私は白龍の巫女の春日のぞみ。いいのかい、自分から名乗って。お互いの正体も知らずに一緒に戦うことはできないでしょ。熊野水軍の棟梁殿。どうしてそんなことまで。お願い、源氏に熊野の力を貸して。平家に勝つには必要なの。今は無理だね。平家の方が優勢だ。俺たちも生き延びなきゃならない。怨霊に満ちた世界で生きるの。平家が優勢なのは怨霊を生み出し使ってるから。やがて怨霊は今日も焼き尽くす。熊野もいずれ安泰ではなくなる。日野井君だって分かってるでしょ。本当は源氏に力を貸すなら今がいい。源氏は勝つ。私が源氏を勝たせるから。へえ。それに今なら熊野の助力は源氏にとって大きな意味を持つ。源氏に貸しを作ることができるんじゃない。日野井君、参ったな。源氏に現れた巫女殿がまさかこんな知略に長けた戦女神だったとはね。とんでもなく魅力的なお誘いだ。それじゃあ。望み、何をしている。
源氏の総大将にお会いできるとは光栄だね。何者だ。熊野水軍に援軍してもらえ頼んでいるんです。熊野水軍、中立である熊野水軍と手を結べば戦力も大きく強化される。それはそうだが、だがどうしてお前がそんなことを。ごめんなさい、その話は後で。来る。怨霊か。この前もそうだった。九郎さんと日野江君と話してる時に。本当に怨霊が。これはすごい数だね。のぞみ、二人は下がって。どけ。驚いたな、凛々しい姫君だ。まるで相手がどう動くか全て読んでいるようだ。すごいね、のぞみ。綺麗な上に強いだなんてさ。まだだよ。めぐれ天の声、響け地の声、かの者を封じよう。大切なのはここから。怨霊を封印した後、汚れが強くなる。そしてなんだ。ダメ、このままだと。無理をするな。あの怨霊、スイカは私たちの仲間です。え、来るぞ。どうして。ゆずるくん、あの怨霊で心があるの。何を言っている、怨霊だぞ。お願い、私の話を聞いて。やめてください、危険すぎる。私は白龍の巫女の春日望。望み、待って。大丈夫、怖がらないで。何、言葉が通じるのか。苦しくて辛い気持ち、私が全部受け止めるから。怨霊が言葉を。初森さん、ミコ、なぜ私の名前を。もう誰もこんな苦しい思いをしないよう、私は怨霊を救いたい。望み、そのものを熱森と呼んだか。そう、平の熱森さん、怨霊として蘇った平家の一人。どうしてそんなこと知っているんですか。やめろ。あなたの身が汚れる。汚れなんかじゃない。あなたの心の中にあるのは失った命を嘆く悲しい心、襲いかかることをやめられない辛い心、それから怨霊を救いたいという強い心。私はもう一人で苦しまないで。あなたが竜神の巫女。そうです、また必ず会えると思ってました。まただって仲間だから。竜神の巫女の力、これほどまでとは。これが白龍の巫女。この巫女が源氏についたとなると、さて未来はどう動く。智盛、白龍の巫女を知っているか。竜神の力を持つ娘のことだ。カーディナイフ殿がそんなことを話題にするほど信心深いとは知らなかったな。いや、
源氏にその巫女が現れたらしい。何でも怨霊を封じる力を持ち、先を見通す力を持つらしい。へえ、それはそれは大層なことだ。確かににわかには信じがたい。だがそういうまやかしは厄介だ。巫女の登場により源氏の源の九郎義経の軍は活気づいてるらしい。どちらでもいい。その巫女が現れようが現れまいが、源氏の勢いは止まらぬ。平家が滅ぶというならそういう定めだったというだけさ。そんなことには俺がさせない。俺は源氏に和議を持ちかけようと思う。そんな話に源氏が乗るとでも？少なくとも時間は稼げる。その隙に京を攻める。ほう、今の世じゃ京を手にして後白河院を味方につけた方が官軍だ。源氏が賊軍となれば俺たちは一気に優勢となる。帰りナイフ殿は必死だな。お前がもうちょっとマジになってくれたら俺も少しは楽できるんだけどな。あいにくそういう気苦労は帰りナイフ殿に一任することにしていてね。まあ今日で源氏と戦うというのはなかなか面白そうだ。俺に必要なのは戦場だけだ。あと少しだ。この戦いがうまくいけば歴史は変わる。帝を生かす未来がつかめれば俺は平家を守ることができる。綺麗。巫女。ごめんなさい、あまりにも綺麗だったから。続けてください。熱森さんの笛の音を聞くとみんな心が安らぎます。そんな大したものではない。これはただ私の慰めのためのものだ。笛を吹くと心が落ち着く。逃れられない苦しみや悲しみを忘れられる。苦しみ。怨霊は人間の悲しみや怒り苦しさ、そういう感情を抱きながら存在している。負の感情が汚れが私を取り巻き心をかき乱す。心の平安が崩れると怨霊となってしまい人々を傷つけてしまう。そのことにどれだけ心を痛め、もう二度とどっちかっても私の体は私は存在してはならぬものなのだ。そんなことない。あ、ダメだ、汚れが。私は初森さんがいなくなったら悲しい、悲しいです。そんなことを私に言ってくれた人はあなたが初めてだ。早く熱森さんの苦しみが消えるよう私頑張りますね。すまない。いや、ありがとう巫女。てるのかい。すいません、こんな夜遅くまで。いやいや、ごめんね。こっちこそ、ほら邪魔しちゃって。でもさ、どうしたの？なんか思い詰めた顔しちゃってるみたいだし。先輩は
どんどん強くなっています。俺も早くそれに追いつきたい。ゆずるくん、守るとか守られるとかじゃなくて、ただあの人と肩を並べて一緒に戦いたいんです。すごいな、偉いよゆずるくんのそういうところ。そんなわけですいません、もう少し稽古させてもらっても。うん、あ、そういうことなら他の場所に行こうか。え、もし興味があればなんだけど、やってみない？陰陽術。俺がですか？とは言っても教えてあげられそうなのってゴンの気を乗せてちょっと爆発させるとかその程度。いいんですか？俺もさ、何か力になりたいんだ。影時さん、ありがとうございます。俺は早いかもよ、俺ビシッバッシ動いちゃうかもしれないし。望むところですよ。あんたにとっても予想外だったんじゃないのか、望みがあんなに強いなんてさ。確かに刀の腕はなかなかのものですね。それだけじゃない、水子にひるまず近づき抱きしめたんだ。そして人の姿に戻した。あれが竜神の巫女の力かどうかは分からないけど、誰の予想も超えてる。ええ、姫君を見ていると源氏が勝つか平家が勝つか、そんな俺が見据えていた未来を超えていくんじゃないかって、そんな気がして面白い。何、日の絵がそんなに誰かを褒めるところ初めて見ましたよ。そんなことないと思うけど。僕の甥に可愛いところもあってよかった。源氏と平家、どちらが勝つでもない未来か、不思議な女だ、のぞみ。お前が来てから何かが変わっている。だがどうしてだろう、お前を見ていると俺の心は痛む。のぞみ、何してるんだ。マサオミ君、どうした怖い顔して。物騒なもん持ってんな。おい、マサオミ君、私、おいおい、どうした、またおかしな夢でも見てるのか。帰りなくなんでしょ。お前どうしてそれを。私はハックリの巫女。お前だったのか、源氏に現れた巫女ってのは。お願いマサオミ君、もう源氏と戦うのはやめて。それはできない。平家の人に助けてもらったから。そうだ、俺は平家の人たちを守りたい。お前も源氏に対して同じ気持ちなのか。うん、だから私はあなたを切らなきゃならない。あなたを切らなきゃ大切な人たちを失うことになる。そうか、参ったな。どうしてこんなことになっちまったんだろうな、俺たち。
目覚めの時間だ。そんな、決着はお預けだな。待って待って、次会った時は。のぞみ、クロウさん、すまない、ずいぶんうなされていたが、マサオミと。いや、なんでもないです、大丈夫、ごめんなさい。嘘だな。え、お前のあんな顔は初めて見た。幼馴染なんです。けどもう二度とそんな関係には戻れない。なぜ？やめましょう、戦には関係ないことですから。なぜそこまでできる？え？なぜそこまで強くなろうとしているんだ？突然別の世界から来たお前が今日の街を、民を守ろうと身も心も捧げている、立派なことだ。だがお前を見ていると俺は、古の静のだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。なぜその和歌を？昔ある人から聞いたんです。ある人、あの頃に時が戻ればいいのにっていう願いが込められた歌なんですよね。私もそう思ったから。時を戻したいと。私には守りたい人がいる、そのために戦っている。クロウさんのことも。バカを言うな。私は本気です。戦を終わらせて平和な世の中を作るって約束したから。平和、私の大切な人たちが笑顔で暮らせる世界なら安心しろ。平家から和議の申し出があった。平家から？正臣君、行きましょう、皆さんに伝えたいことがあります。これはにわかには信じられませんね。そうかもしれないけど、ないがしろにはできないよ。後白河院も源平の和牛をお望みだ。頼朝様もご検討されると。確かに京の周りに出現していた怨霊がある時期から消えている。じゃあ平家は本気で源氏との戦をやめるつもりなのか？おはよう姫君、今日も美しいね。平家から和牛が持ちかけられたんですか？実は鎌倉からも平家に和議を持ちかける話が出ていたんだ。だから先手を打ってきたんじゃないかと。しかし何かおかしい。ミコ。はい。お前はこの局面をどう見る？私はこれは罠だと思います。罠？へえ。和議を持ちかけ、私たちが油断してる隙に奇襲をかける。鎌倉にか？いえ、平家の狙いは京です。京を取り戻すおつもりなのか？帰れない府殿は。もし後白河院が平家に行って源氏討伐の院宣が出たりしたら。京の防備を固める、兵を集めるぞ。いえ、京を守るんじゃダメ、福原を攻めるしかない。福原？平家の本陣？平家は和議の話を聞いた私たちが油断してると思ってる。そこを逆に攻めるということですか？はい、平家を撃つ、またとない好機です。なるほど。福
原にはまだ幼い安徳帝もおられる。帝、安徳帝を奪うことができれば平家は自分たちが官軍だという大義名分を完全に失うことになる。戦を終わらせるきっかけになります。分かった、皆に伝えよ。源氏は福原に攻め入る、決戦だぞ。よし、源氏の援軍は来るのかい。兄上には俺から話を通す。まだ準備してないなら数ヶ月はかかるね。援軍なしで平家の本陣に攻め入るつもりかい。そんな無謀な賭け乗るやつはいないよ。日野江君。何？日野江君の言ってることは確かに正しいけど、こちらから攻めなければ攻め込まれるの。まあそれはいい読みかもね。なるほど、熊野水軍にも平家から力を貸せと使いが来てるのですね。日野江君、お願い行かないで。ごめんね、俺たちは負ける方にはつけない。源氏は負けない。次に会う時は敵かもね。その時は俺を切れるかい。切るよ。のぞみ、そいつは面白い。次に会う時は姫君の全てを奪うから。熊野水軍の力は借りられないようですね。うん、でも私たちに止まってる時間はない。はい、これは私たちの未来を決める戦い。決して負けることはできない。巫女、あなたの意志が未来を引き寄せる。どうかどうか、巫女が望む未来へたどり着けるように。矢の者、準備はいいか。源氏の誇りを示せ。決戦の時は今。行くぞ。これは我ら平家の行く末を決める戦。俺に告げ。源氏の総大将源の九郎義経、いざ尋常に参る。心中納言平知盛、さあ熱くさせてくれ。武蔵坊弁慶、梶原景時、平の友盛、勝負してもらうよ。盛大な宴になりそうだ。と一緒に戦うために。熱盛さん、巫女、私もあなたと共に戦う。戦を、苦しみを終わらせるために。行け。さすがは源氏の陛下。次々と出てきやがって。
ここは俺が守る。さあかかってこい。帰りナイフはここにいるぞ。待て、撃ち取れ。心を強く持て、ミコ。時を重ね、お前は強くなっている。はい。己の心、信じろ。はい。カズミちゃん、大丈夫かい？まだまだ。ごめん、鎌倉から援軍が呼べていれば、もっと有利に戦えたのに。いえ、こうして影時さんと一緒に戦えるだけで、力が湧いてきます。のぞみちゃん。白龍の言ってたことの意味がわかる。八王と力を合わせることで、私は強くなる。そっか、それは俺たちも一緒だ。よし、次行っちゃおうか。はい。あれは、え、なんだ。船。旗が赤い。平家の援軍か。やっぱりまた会ったね、のぞみ。日の江君。熊野水軍が平家に。何を驚いてるの。言っただろ、次に会う時は全てを奪うって。姫君の心奪いに来たよ。さあ行くぞ、熊野の野郎ども。源氏と共に平家を討つぜ。援軍であったようだな。させてくれるんだから、もうここに船を出すにはこうするしかなかったんだよ。どう、姫君、惚れ直した？ありがとう。ミコ、お前はお前のなすことをやり遂げよ。はい、安徳帝を探します。この戦いを終わらせるために。激励、なんて強い猪木。ダメ、力が入らない。ここを抜ければ。ミコ、あなたでは無理だ。八森さん、これは汚れの核、あなたの力が奪われてしまう。離れた八森さん、また汚れに飲み込まれてしまう。ずっと考えていた、私がなぜ八王となったのか。怨霊で汚れである私が、今分かった。きっとこの時のためだったのだ。これで平家が新たな怨霊を生み出すことはない。初丸さん。心配はいらない、ミコ。どれだけの苦しみが流れ込んできても、私の心の中には今、あなたがくれた優しさがある、希望がある。私は生きる。たとえ偽りの命であっても、またあなたに会うために。前に進め！
安徳帝のいる本陣はこの先だ。あなたがくれた未来ならば信じられる。巫女、やはりお前が来たか。カーリナイフ、降伏して。私たちは安徳帝を傷つけたりしない。それはできない。源氏に帝も天子も渡すことはできない。俺には守りたいものがある。私にも守りたいものがある。勝負だ、望み。俺とお前、どちらの思いが勝つか。この戦いを終わらせるために。強いな。私はもう二度とあんな終わりを見たくない。私はみんなと未来に進む。運命を変えるため、私はあなたを切る。本当、どうしてこんなことになっちまったんだろうな。俺たち、八葉の光、マサオミ君が八葉。やめろ、のぞみ。クロウさん、お前の覚悟はもうよく分かった。でも、でもその男もお前の大切な人なのだろう。お前一人が全て背負うことはない。お前の苦しみは俺も共に背負う。クロウさん、
総大将である。俺が初段を下す。平の智盛、まさに縁も竹縄といったところだな。俺も混ぜてもらおうか。貴様、お前にはまだやることがあるだろう。行け。有川。ああ、マサミカ。こんなに俺をたぎらせておいてどこへ行こうというんだ。先輩。クロ、みんな生きて。ミコとの約束違えたりしない。のぞみ、お前は俺たち八葉が守る。こんなに楽しい宴は久しぶりだ。帝と雨御勢を南へ逃がした。お前、そのために命を。さてな、見るべきほどのものは全て見た。滅びる平家に準じる者の一人くらいはいてもいいだろう。とも森殿。いい天気だ。こんな日に死ぬのも悪くない。
ライフを追うかい。いや、平の友盛、敵ながら見事な最後だ。のぞみ、クロウさん、戦の傷はもう癒えたか？はい。クロウさんは？バカにするな、あれぐらい大したこと。うっすぐそういうこと言う、強がっちゃって。お前のそんな笑顔、初めて見る気がするな。クロウさんのおかげです。俺もお前が来てから随分といろんなことが変わった。平家は悪、源氏こそが正義と信じて生きてきたが、そうではなかった。誰の心にも何かを守りたい気持ちがある。そのために戦っている。まだまだ問題は山積みだ。鎌倉、兄上のやり方に苦しむ民もいる。はい。のぞみ、俺は平和な世の中を作る、皆が笑顔で暮らせる日が来るまで俺は戦う。共に歩いてくれるか？私もクロウさんの重たい荷物半分持ちますから。ああ、戦が終わったら俺のこの気持ち伝えさせてくれ。はい、きっと私たちならできます。大切な人を守る、そのためだったら私は運命だって変えてみせる。
舞台遥かなる時の中で3にご来場いただきまして誠にありがとうございます。そして今日は生中継ということで、生中継見ていただいた方も本当にありがとうございます。誰も欠けることなく無事完走することができました。ここで、今日は大千秋楽ですので、キャストの方一人一人からコメントをいただきたいと思うんですけど、アンサンブルの方からお願いします。はい、アンサンブル松田和樹です。ご来場誠にありがとうございました。坂本和樹です。ありがとうございました。石上龍也です。本日はありがとうございました。久田悠希です。本日はありがとうございました。北村海です。ご来場いただきましてありがとうございました。小笠原達也です。ありがとうございました。菅原武史です。ありがとうございました。続きまして、さくちゃん。梶原さく演じました野本蛍です。本当に東京公演からたくさんの大阪公演までたくさんの方にご来場いただきとても嬉しかったです。さくのことが大好きです。ありがとうございました。白龍役の稲垣誠也です。白龍という役を演じることができて本当に幸せでした。ありがとうございました。はい、リズバン役の村上光平です。本日はご来場ありがとうございます。この遥か3という、本当に素敵で、皆さんに愛されている作品に出演できて、そしてリズ先生という本当に魅力的な役をやることができて、本当に役者として幸せな時間を送ることができました。なのでもし再演だったり、続編がありましたらまた、リズ先生をやりたいなと思っております。その際には皆さんとまたお会いできたら嬉しいです。本日はありがとうございました。はい、平野敦盛役の星本優月です。本当に敦盛と出会えて、そして皆様の愛に毎日囲まれて公演ができて本当に幸せでした。本当にこれからも敦盛のことをですね、ここに思う日々が来るのかなというふうに思ってるんですけど、本当に彼と出会えたことを一緒の宝にして、これからも役者人生頑張っていきたいと思っています。本日はありがとうございました。はい、梶原景時役のテルマです。梶原家の応援今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、有川ゆずる役の千綿雄平です。本日はご来場誠にありがとうございました。ゆずる君を演じて先輩とたくさん行って、本当に皆様も僕にとっては先輩ですので、これからもゆずる君の応援を何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あ、俺か。はい、武蔵坊弁慶役をやらせていただいて、やらせていただきありがとうございました。皆さんにとってね、この舞台が今年最後の観劇になる方もいると思います。そんな方のね、心の中にずっと遥かなる時を超えてここに残る舞台になってればいいなって。お前タイトル間違えたからね。遥かなる、間違えてない、間違えてない。遥かなる時の中で3、うん、はい、がね、皆さんの心の中に残る作品になればいいなと思います。ありがとうございました。日野役の杉江大志です。本日はご来場誠にありがとうございます。ありがとうございます。作品を作るのはやっぱり見に来てくださる皆さんの愛だなというのを改めて感じれる作品でございました。たくさんの愛を本当にありがとうございました。はい、皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。こんなにも多くの方に愛されている作品に加わることができ、嬉しかったです。本当に皆様ありがとうございました。皆様ありがとうございました。初日から千秋楽まで1幕で望みとバッドエンド、2幕でも望みとバッドエンド、最後まで望みとハッピーエンドになることはありませんでした。
ここにいる、会場ののぞみさんたち、そしてまたライブビューイングで見てくれてるのぞみさん、ぜひゲームで正臣エンドをやってください。本日はご来場いただきありがとうございました。はい、平の智盛役の中村誠二郎です。本日はご来場ありがとうございました。ただいま、はるかにね、ありがとうございます。はるかで、天馬と出会って、10年経って大人の智盛をやれて、すごく感慨深く思っております。僕だけ、ね、ルートに乗れないので、恋愛ルートにね、いざゆきかもしくは迷宮でさあ俺二役できるじゃん、ね、ありがとうございました。はい、春日のぞみ役の吉川優です。本当に春日のぞみという役に出会えて本当に嬉しく思っております。ありがとうございました。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。走り抜けてきた14公演、本当に皆様から愛をたくさんいただきまして、とても嬉しく思っております。そして、私たちもですね、この自分たちがやって役にとても愛を持ってやってきました。これからもこの遥かシリーズ、愛を持って、皆さんもですね、遥かシリーズ愛を今後もたくさんください。本当にありがとうございました。楽しみにしております。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。